420キロぐらい。疲れたね。何にも見えない。全く何も見えない。ゴアテックス。ありがとうございます。見てたね、まんま。はい、おはようございますということで、本日とうとう最終日になりました。今からはね、準備して、実はこの度唯一の、決まった仕事というか決まった撮影があったんですよ。それが何かというと、あ、鍵閉まってる、あのね、旭川のね、北海道旭川のムーンロイドさんっていう、南ガの、最強ダウンっていうところを出してる、セレクトショップがあるんですよ。でそこでね、買い物動画撮らせてくださいって言ってて、唯一この、9月7日の今日だけ撮影って決まってたんで、これに合わせて動いてたんでね、昨日ビチョビチョの中行きましたけども、残念ながらジーパンまだまだビチョビチョでございます。どうですか、濡れてる？うん、ちょっとだけ。あ、濡れてる、リブが濡れてるかな。そうそうそう。では行きたいなと思います。昨日の雨の すごさを物語ってますね、この辺。ぐちょぐちょ。どうかな。この前もやっぱ汚いね。まあ汚いけどね。あまり熊で行く。しか見ません。しかは。今日はね、あらあかんのことがあっちの方に行ったね。宗谷岬。あ、宗谷岬。はい。そこから降りて網走とか。あ、じゃあ紋別取ってきた。そう、取れました。あ、私紋別。紋別止まりましたよ。あ、そっか。動いてましたな。セントレーね。プリンス。あ、プリンスなんての。唯一の。買い物動画まで朝ごはんです。テリヤキとポテトのサンドイッチで、ライスコロッケ、なんかトマトのなんか入ってるやつだ。うまい。食べます。はい、それではね、カフェ行ってきたんで、今からは、撮影に行きたいなと思います。ムーンロイドさんに行こうかなと思いますので、まあ多分ダウンかなと思うんやけど、実はダウン以外もいっぱいあるんですよ。あ、そうだよ。オレンジ、セレクトショップのオレンジみたいな感じで、はいはい、いろんなもあって、俺楽天とかで結構芳香剤買ったりとかいっぱいしてんのよ。あ、そうだね。だからダウンだけじゃない。え、実はそういうなんていうの、商品買ったりはしてんの。するする、楽天で結構買ってる。アピールしとくけど、一応なんかあの建物自体が何やったっけ、北海道大学の施設の一つらしい。あ、それの跡地やねんて。跡地。うん、へえ、そうなんや。まあちょっと行ってみたらな、中とかまた分かると思うから、そうしましょうか。はいはい、ちょっと行ってこう。はい、一応オンにはなりました。はい、ということでね、買い物させてもらいました。ありがとうございます。ムーンロイドさんということで、買いましたか。買いました。僕買いましたね。僕もあのジャケットとパンツ、うん、両方ともダウンで買わせてもらったんですけど、なんか弟もブラゾー君買わんのかなと思って、一応でも着るだけ着といたら、まあ、参考になるやんか、うん、なんか着たさそうにしてたから、うん、着てみって言ったら、僕これしますって帰り出したからさ、買うのって言ってびっくりしたけども、買わせていただきました。弟、まあ、また動画でも言うと思うんですけど、まあ、レビュー比較とか、なんかサイズのもやろうかなと思ってますけど、ほんまこの後スープカレー行こうと思ったんですけど、2時半がラストオーダーで、今現在2時27分。うん、無理。無理です。うん、だから、旭川に行ってラーメン食いましょう。はい。で、そのまま、青い池とか、うん、白ひげの滝とか、うん、行って、そのまま苫小牧にガーッと下ってって、うん、晩飯その辺で食って、うん、フェリーに乗り込むっていうのがあります。はい。いいですか？了解です。はい。という感じで行きましょう。はい。ゴー。あのさっきね、ムーンライトさんに紹介していただいた、武田さんに紹介していただいたお店が、ここのラーメンさん美味しいよって、旭川ラーメンだよって言われたんで、ちょっと行ってみたいなと思います。ラーメン初シーン、おもりおもり旭川ラーメン、醤油が人気らしいです。すいません。はい、どうぞ。ありがとうございます。お箸も、あ、では醤油ラーメン食べたいなと思います。ちなみに好きな醤油ラーメンは、これうまい。旭川ラーメン大好き。
これうまい。もらった醤油ラーメンで、ああいう昔ながらのラーメンうまいな。そう麺も細かっていい感じやった。縮れ麺っていうの。じゃあ今からはね、何個か名所回ってフェリー行かんと、はい、あれなんで、まあ言うてもまあ3時半なんやけど、うんうん、フェリー11時半やから、はい、あと北海道も残された時間なんと8時間しかありません、うん、なんか24みたいになってな、ピッピッって出てきて。まあそうっすね、もうちょっとなんかすごい汗かいてるけど大丈夫か。むっちゃ暑いよ。超暑かったガツよ。嫁の担当、君は汗かきやった。最強ダウン来たぐらいからずっと暑い。ダウンいらんかもな。うん、ほんまにいらんと思う。けどさ、そういう自分の趣味でちょっと山奥行ったりするやん。ああ。ならダウンないとあかんかなと思って。今までどうしたあれ、フェアリーノバ。そしたら、切ります。これは青い池か。青い池、これ有名やね。でこれは多分白ひげの滝を行くかどうかっていう話ですね。白ひげの滝は行くんじゃ。このビレ地区って結構なそういう観光有名なとこ多いね。なるほど、観光客多いもんね、うん、ちょっとライダー減ったね。確かにあんまこの真ん中の方はやっぱ周り行ってんのライダー。うん、いいとこ、まあ、ここ観光地やからな。ライダーっていうよりかこうやってバスとか車とかで来る人も多いから。確かにライダーもおるけどな。まあまあ確かにね。あ、ちょっと見えてきたかな。すっげえ、なんこれな、テレビで俺一回見たぞ。うん、有名やでね。あーはーはーはー。青いのか分からへんな。で、青いソフトクリームこれな。そうそう、見た見た見た。岡山もあるで、デニム。あー、確かになくなるぞ。でも閉まってるやん。いやな、いや、開いてんじゃないの。いやソフトクリームは、ソフトクリームは食べよう。ソフトクリームの青い池ください。いる、これいい。ラムネやっぱりじゃなくて、ラムネやっぱり。ラムネやっぱり。すいません、ありがとうございます。やったー。せっかくさ、青いソフトクリームって売り出してるのさ、ラムネですかみたいな。もうバレてもたやん。ラムネって言ってたやつ。やっぱライダーは明らかライダーらしき感覚してるんで。まあほんまやな、もうザ・ライダーって感じ。俺らもライダーっぽいから。どっちやな、まあ、長袖やからライダーっぽいっぽいけどな。ああ逆に半袖やもん。そうやちょっと見てみると。うん、行きましょう。けどむちゃくちゃ青くは見えてるよ。うん、夕日オレンジだったんかな。ああ嫁と一番来たいって言うとって。そうなんや。微妙。ドスの青い。ドスは青い。確かに。お嫁さんに送ったらなかった、ちょっとお願いします。緑なのかな。ちょっとドス黒いか分からん。もしかしたら雨とかの影響もあるのかな。あ、横向きでいい。立ちでもいいと思う。横と青いかどうかは分からんよね。分からんけど、まあ青っぽいっちゃ青っぽい、うん、この画面越しに見ても青いかどうか分からんの。空で映ってるから青い。あ、青いな。それ空の関係よ。だからむっちゃ青いっていうのはないね。じゃあ青ない。まあ緑っぽい青っぽいっていう感じのやつだな。もっともっと青くない？なんかそういうイメージがある。時間が悪い。まあしゃしゃないか。俺らが悪いけど。まあスポットとしてはやっぱ観光地やから多いね。多い、人多い。うん、こんなもん。うん。いよいよこの旅ラストの観光地、白ひげの滝。ちょっと寒なってきたな。まあ夜にかけてね、ちょっとひんやりしてきましたね。なんか気やな、帰り。こっから苫小牧まで残り3時間半ぐらい。3が3時間半で距離が200キロぐらいかな。ああ、まあまあ、ね、だから実際多分休憩もしたら4時間半ぐらいかかるんちゃうかな。なるほど。今日がじゃあ一番走る、今日が一番走る。いや、網走の後も結構走ったからな。知床行ったりとか。ああ、なるほどね。あれも450ぐらい走ってるから。そこまで行ったか。まあ同じぐらいかな。で今日は後半がよく走るって感じかな。あ、昨日か、知床走った。網走昨日知床な。うん、
知床行って音でそうそうそう知床行って来たんだからやろ俺足ずっと痛いもん筋肉だよこのブレーキもこの裏っ側特にさシートもそうやったけど比べたらさそっちの方がカッチカチやんあシートな、うん、だからそれケツ痛なるのは分かったわあれのってケツも痛いし足も痛いし首も痛いし苫小牧のフェリーまで181キロ、3時間4分とか書いてるけどこれ休憩なしやからはいはい休憩なしになったら俺らはいけるけど もうバリオスが皮膚からとりあえずまず距離的にもギリギリやからど何があの180キロやろうんガソリン的にはギリギリよああどこかギリギリやな、うん、もうだって今100キロが走ってる残り100ぐらいしかないそう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 火山噴火が作った滝おおしかも何万年も前なるほどね音聞こえるけどどこやあ見えたほんまやろそれかこれは落ちたら死ぬぞこっちの方が青い濃いかもなって滝がヒゲみたいにってこと、はいはい、滝がヒゲみたいってことやなじゃない多分ヒゲやカメラもそう精一杯で落ちたらやばいもん落ちたら何がやばいって今日の買い物動画のデータがやばいからまたそれに撮らせてくださいって言うといかに音声だけは無事なんだ音声だと思ってるから音声だけでどうぞ誰が買い物動画音声で楽しんでこっちは少ないな青いヒゲに比べると青いヒゲ白いヒゲと青い池に比べると青いリングねちょっとホテルみたいなのが結構あったよねあった見たらわかるやろ34歳のさすっごい疲れてるからすっごい疲れてこまこまいそうですね、あと服着やがったね、サブナンバーねそうやね、お前トイレも行かなかったねどうぞトイレ行こうこれが突き出しですね。またマシ。ボーンバット。ボーン何回か見たね。僕も好きやね。あ、バターが効いてる。匂いもバターの匂いするもんね。うん。甘い。ほんのうまい。ザンギ、本マグロ、ホタテ。で、ボタンエビ。サーモン。サーモン、甘エビ。うなぎうーんあ、うなぎか、うん、これは結構色が入ってるよね何入ってるのとびっこ、マグロ、つぶ貝、タコ、サーモン、甘エビありがとうございますありがとうございますめっちゃ嬉しいまさか視聴者さんがいてくれてましたあ、嬉しいなここの辺ですかこのバスの方までさそう、はい、一緒に行ったのミスしてもらってかわしてもらいましたあ、勝ってくださいそしたら全然になりますねちょうどね、僕らそのフェリー乗る前にいいとこないかなって言って来、はい、させてもらってっていう偶然の出会いといういや、持ってったよ、まあ、着こなしてはいこれはねこれはねって一個一個ね一個一個のスペースは真似させてもらってはいぜひまだ見ていただけたらありがとうございます申し訳ないこんなところで有名人みたいなこんなところでさえですはい、ということで、ご飯行かせてもらいました。ですね、苫小牧の細野さんっていうところに行かせてもらって、視聴者さんも一緒だし、店主の人もね、いい人やって、最後みんなで写真も撮らせていただきました。気になる方は下、インスタ貼ってると思うので、見てみてください。では今からフェリーの方に行きたいなと思います。行きましょう。そしたら船のチケットでございます。はい、ありがとうございます。でこれなくしたがね、あべ。どけどけ。下に書いてる QR コードが鍵になってるから。うんうん。だから鍵は別にもらえない。あ、これが鍵。これが鍵なんや。了解です。大きいし。っていう感じで。まあなくしたことないしね。はい。これをなくしたら、多分この船やねんけど、うん、11時半出発やねんけど、11時25分乗り込みやからバイク少ない。ああ、なるほど。
だからこんなもんだとかちょっと増えるわ。ちなみにあの大学生の子おらんわ。おらんかった。うん、バイク見たけどないわ。ダメやな。うん、あ、もしかしたらあと1時間あるから増えるかもしれない。もしかしたらね。まあ船乗り込みましょう。はいはい。お部屋お手でしょうか。はい、どうぞ。お願いします。印象したっぽい。はい。なんかちょっとベッド2つあるさっき。うまいな、なって一人やろな、うん、寂しくなったら寝に来たんですよ。やめて。まだ指引で大きい穴が。じゃあまた、線どこ？そこやね、510やね。あ、そうね。もうだから511がそこにあるやん。その横、510だろ。あはい、ということでね、北海道ツーリング見ていただきました。楽しい思い出ができてね、初日にね、僕立ちこけしてバターンこけてみたりとかね、次の日とかに弟のバイク止まったりとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、大雨に打たれたりもしたんですけどもね、いよいよ次回はね、北海道終わりかなと思いきや、実は今からですね、次回予告見ていただきますが、ハワイ編になっております。僕と嫁が5年ぶりにハワイに行くということで、とうとう行ってまいりました。なので、今週というか毎週日曜日のね Vlog は続き、また来週からはハワイ編ということになってますので、また見ていただきたいなということで、これで終わりたいなと思います。ではまた来週 Vlog でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあ今からハワイに行きます。すごいいいじゃん。オーシャンビューじゃないですか。これヌプシじゃないですか。海外ヌプシ。ナイフルパー。僕は結局アナとフォートバック5つと。こんな感じ。あ、かっこいいじゃん。